こんにちは、エグゼトラスト川田です。朝会ではありません、対談企画時々やっておりますよね。まあ、通常あの FDS の箱田社長、それから直近だとあの水野さん、敏腕 IFA の水野さんにもご登場願っております。で、今日はですね、非常に珍しいというか面白い方にご登場いただきます。あのご自身こういうご紹介でいいのかどうか、エジプトの隠居ダイバーということなんですけども、橋本健二さんです。橋本さん、よろしくお願いします。おはようございます。隠居ダイバーの橋本健二と申します。よろしくお願いいたします。貴重なお時間ありがとうございます。でですね、橋本さんは弊社の、アメリカ株トレンドファインダーの有料会員でいらっしゃる。今7月ですから、実は非常に早い時期ですかね、に会員になっていただいて。そうですね、5月ですね、はい。ああ、そうですか。で、潮目の威力を実感されたということで、なんか橋本さんからメールいただいた本当に嬉しいあの記憶があるんですが、そのやり取りを通じる中でですね、まあこの方はひょっとしなくてもなんですけども、相当市場マーケットというものに精通しておられて、それで潮目ファインダー、アメリカ株トレンドファインダーをですね、本当にうまく使っておられる、まあ、そういうような印象を受けましたので、我々からアプローチして今日のこの機会をいただいているわけです。橋本さん、あのまず最初にこのご自身のあの何ですか、ここに至るまでって言いますか、あのそうですね、はい、わかりました。はい、1961年生まれです。まだ還暦ではなく50代でございます。大学卒業して、しましたから、まず日本の会社に一度勤め、89年に渡米。その後、自分で、ちょっとしたオフィスをやったり、日系の企業に2社勤めたりとかしまして、なんとか、厳しいアメリカで生き延びまして、やっておったんですけれども、そして、最後5年ぐらいですね、5年ぐらいは、コンサルのようなポジションで、ベトナム、カンボジア、サウジアラビアなどを移り住みまして、で、サウジアラビアに住んでおりましたときに、このダハブという、エジプトの、まさに紅海を挟んで、すぐ対岸でダハブからもエジプトの山並みが、エジプトじゃないや、サウジアラビアの山並みが見えるようなロケーションなんですけれども、はい、そこでダイビングのインストラクターのライセンスを、取りました。それが2019年、2018年ですね、うん、残り少ない人生、もうちょっとこう楽しいことをしながら最後、やりたいなと思いまして、インストラクターを目指しまして、はあ、2018年の、ごめんなさい、2017年の暮れに、一応、僕もセミリタイアするからねっていうことで、はあ、まあ、弱いともそんなにいないんですけど、友人とも言いまして、それで、このダハブに移り住んで、そこでインストラクターをやってます。で、傍ら、はい、どうぞ。はい、米国では、最初10年強ニューヨークに住みまして、その後は、テネシーであったりサンフランシスコであったり LA であったりと仕事の関係で多少単身赴任のようなこともしたりしたことはあるのですが、米国内で、はいはい、基本的には、はい、アリゾナのスコッツデールという町に住んでおりました。わかりました。で、はい、この株式投資はもう実はもう随分なお長いんですよね。ですね、母親が実は大好きで、大学の4年生ぐらいの時にちょっと資金貸してあげるからこれでやったらみたいな話でやりだしてからですかね。それはやはり日本株ですよね。まあ、そうです、日本株ですし、まさにバブルの最中だったんで、それなりに結果が出たなというふうな感じですか。もちろん、米国に移動するにあたって全部手放しまして、うんうんうん、米国に移ったというふうな感じです。今はもっぱら米国株式なんですか？そうですね、もう 100% 米国株式です。はーはーはい、で、その橋本さん あのパフォーマンス、戦績がすごいんですよね。このちょっと、まあ、こう拝見したんですけども、これです。我ながら惚れ惚れする結果が、こ
この今年は出ております。皆さん見方わかりますか？まず2000年17年から今ぐらいまでのこのパフォーマンス、それから今年に入ってのパフォーマンス、タイダウでは、まあぶっちぎりで、特に今年に入ってからは、まあ、非常にもう高パフォーマンスなんですよね。でこのタイ SP に対しても、まあ、当然ながらこんな感じで強烈にアウトパフォームされてるんですよね。これはそうですね、はい、まあ、この勝因を自分で分析しますと、一つはですね、去年の秋口ぐらいからかな、3回ぐらい資金の 40% から 60% ぐらいをキャッシュに変えるということをしてました、はいはい、一度引いてですね。でそれは、はい、ちょっと中国と本格的にドンパチやるんじゃないかなっていうふうなことがありまして、うん、中国の件でドカーンと下がるんじゃないかと思って、下がるまで待ってよと思って置いてました。ただ、辛抱が足りないのでですね、いやいや全然まだ上がってるじゃないっていうことで、徐々に徐々にまた買っていってみたいなことを繰り返しましたね。それで、コロナに入ってからもですね、皆さん、ご記憶にあるかどうかなんですけれども、コロナでだいぶ騒がれてからも、もう株が上げる上げるで、その株式市場にはコロナは関係ないんじゃないかって思わせるような感じだったり、ね、そうなんですよね。2月、実は2月、実際にコロナはですね、ここおっしゃってるのは、今年に入って、こう上がってきてるんですよね。そうなんですよ、そのあたりですね。2月19日です、はい。ここから急落するんですけども、びっくりするのは、その前にこううまく逃げておられるんですよね、これ。まあ、はっきり数字はあれですよ、おそらく 30% ぐらいキャッシュにその時に変えていたので、それと、まあ、以前の経験から申しますと、リーマンの時とかすぐこう、あたふたして売っちゃって、あれなんで、結局、持ってた方がいいだろうっていうのは自分では分かっていながらも、少し怖くなってやっぱりキャッシュにっていうか売っちゃいましたね。いや、そこがもう野生の勘といいますか、長年の経験なんでしょうかね。まあ売らなかった方が良かったのかもしれないですけれども、ただ同時にですね、まあ3月4月、特に4月、決算発表のタイミングになりますよね、はい、はいはい、これは僕時々これまでもやってたんですけれども、決算発表の前1週間ぐらいからその自分の決めた業績が良かっただろうと思う銘柄に少しお金を集中的に投資しまして、で決算発表前に仕込んでおくわけですか？そうです、そうです。その大体1週間決して おすすめじゃないと思います。決算発表悪ければドカンと下がっちゃいますんで、ただそれはやっぱ長年の経験であり、分析の結果、まあ、こうなるであろうという、要はシナリオっていうんですか、前提に基づいて、ね、行動されるんですよね。はい、もちろんすべて成功したわけじゃないですし、ただ2019年の業績はめちゃくちゃ良かったに違いないっていう、それはまあなんとなく確信があったので、うんうんうん、2019年にパフォーマンスが良かっただろうと思う株をしました。ただまあ例えばアマゾンなんかは、10万人ぐらい雇用してその経費がかかったっていうので、その売り上げは良かったけれども株価にはあんまり反映されなかったとかですね、はいはい、ネットフリックスもあの時確か、CEO がまあまあ特別な出来事じゃないんだと、もう少し本来はこう1年かけて稼ぐぐらいの契約者数をたまたまコロナで先倒しで、契約者数を取っただけのことが言いましたですよね。弱気なりであんまり上がらなかったりとかですね、はい、なるほどなるほど、まあまあそういうふうなこともありましたが、ただまあ決算発表するんで、2、3日、まあその市場全体の動きと関係あるんでしょうけれども、2、3日ほっとい決算発表が良ければ2、3日ほっといて2、3日動かなくてもそれからドンと1回上がるような銘柄があったりとか、であるいは決算発表の吹いたところはあれですか、もうすんなり売って、そうです、もう下がっちゃうともう損切りしてすぐ売っちゃいます。なるほど。決算発表が悪くてあれだったらもう損覚悟で、で上がったやつは、まあ、持ち続ける銘柄もあるんですか？
持ち続けはしないですね。でも、少しこう、一服するまでは、上がってる雰囲気を楽しもうという感じはありますね。なるほどね。わかりました。そんな、橋本さんが出会ったのが、潮目ですか？そうですね。だからまあ、勝因の原因の一つは、キャッシュに書いていた。それと、うん、まあ、今、川田社長におっしゃっていただいたような、すぐ打ったのが結果的には良かった。それとまあ、決算発表攻めですよね。決算発表攻めが比較的うまくいった。なるほど。で、もう一つが、4月ですね。4月に、潮目ファインダーを、はい、見つけまして。はい。で、それが結果的に良くなったということで、その3つが重なって、この半年間の先ほどご覧いただいたパフォーマンスにつながったんだと思っております。まあ普通どんなに良くてもまあナスダックだけ投資してる人は別にして普通は年初トントン概ね普通ならですね下がっていく過程で投げさせられて大底で買えるはずがないので今年はまだマイナスっていう人が多いんじゃないかと思うんですけども年初来これ4割ぐらい資産が増えてるってことになるんですかね。ね、30、比較なので、スタートがゼロじゃないんで、記録で、32、3%ぐらいだと思います。はあ、強烈ですよね。あ、ごめんなさい、16じゃないね。一番下からで32、3%ですね。なるほど。16からだと 25% ぐらいです。なるほど、なるほど。はあ、はあ、はい。まあ、それでもナスダック100よりはいいし、いや、普通の人はできない技じゃないかなと思ってます。ありがとうございます。ありがとうございますというか、もう。川田商人のおかげでございます。いやいや、とんでもないです。最初はですね、潮目ファインダーやっぱり半信半疑なんですよ。で、そんなことありえないだろうからやっぱり始まりますよね。で、私もう3ヶ月ぐらいダイビングの仕事は全くしていない無職状態でございまして。これやっぱコロナの影響なんですかね。コロナの影響です。はい、街完全に閉鎖されておりましたので。もう街は本当に昭和の元旦みたいな感じで。なるほど。人も歩いてないような状態がずっと続いてたんですけれども、うん、それで私も時間があり、あるものでちょっとか、まあ、こういう状態だから、株のことをもう少し掘り下げて勉強して、およびですねすごいラッキーなのはニューヨークの時間がちょうどこちらの午後3時半から空いて夜の10時に閉まるっていう、マーケットがですね、はあ、日本の方、日本の方に比べればだいぶその辺はアドバンテージ、まあリアルタイムで見れる方、ね、そうですね、ないわけですね、はいはいはあはあ、ビールを飲みながら株価を眺めるみたいなことができるわけで、はい、でそれでまあ結論から言うと、はい、まあまあチラ見せ攻撃の、はあ、潮目ファインダーを斜面に取りましてですね、それを見ながら比べたり、実際にちょっとこうやってみようかと思ってやったりとかするとピタピタくるもんで、まあまあ、川田さんにまんまとやられたということだと思います。やっぱチラ見せとチラ聞かせがいいんですかね。いや、チラ見せはね、っていうかすごく思うのはまあ普段でもそうなんですけど、自分が買ってない株の値段は見てもちろん羨ましいなとかしまったとかって思いますけれども、実際やってみるとその通りってなかなか買えないじゃないですか。そうですよね。結果を見たら、はい、いやこっからここまで持ってたらいくら儲かったのに何パー儲かったのにって頭ではもちろん理論的にはそうなんですけど、じゃあそこでお前拾えるのか、じゃあそこでお前売れるのかっていうのが株の難しさだと思うんですよね、うんうんうん、はいはい。具体的にあれですかね。それじゃあちょっと、橋本さんの戦歴を少し語っていただくっていうのはできるんでしょうか。この、はいはい、こういうやつですかね。はい、まず最初にですね、私の推奨するやり方ですね。これですか。はい、これが基本のスタイルです。ただいつもいつもこの通りで動いてるわけじゃなくて、多少はもちろん数字っていうかポーションは動くんですけれども、基本的には、999で、を 70% ぐらいで運用するんですけれども、まあ、ここら辺は私も73で999と個別銘柄で、ここら辺は、まあ、まではまあなんとなく同じようなことなんですけど、でも実際橋本さんおやりになってらっしゃるのはそんなんじゃないんですよね、実はね。
そうですね、まあまあ、あの999と出会ったのも実は、川田さんと出会った後なんですよ。はあ、だから、まあ、正直言うと999自体知らなかったというか、はあ、そんなに興味なかったですね。はいはい、まあ、はい、あの、もともと性格がちょっとギャンブラーなんで、値動きの小さいものにあんまり興味がないというのも正直あります。まあ、他の指数から見ると相当それでも上下する方ですけども、橋本さんにとっては まだまだあのおとなしい方ということですね。まあ、もちろんプラスマイナス是もあり非もありというところではあるんですけれども、はあはあ、ただ、999の安定感っていうのが非常によく分かってきましたので、うんうん、今ちょっとこう正直この通りのバランスじゃなくなってきてますけれども、うん、8月ですね、8月の3日ぐらいに、まあまあ川田省にもよく、おっしゃってる大きな証明があると思いますんで、はい、そこからはなるだけ今書いてあるような 70% を999で運用するっていう風な方向に戻して、やろうと、本来のこうトラックに戻してやろうというふうに今思っております。で、この999も2つに分けるんですか？そうです、まあ 35% ぴったりじゃなくても構わないんですけども、はいはい、一応2つに分けます。はい、で、1つはですね、着実に利益を取る方法だと思います。 A の方ですね、2の A の 35%、はい、まあ、そこに潮目オリエンティッドな売買というふうに書いてますけれども、はい、単純に潮目ファインダーで底潮目で買って天井潮目で売るっていうことを、このチャートが参考になるわけですか？そうですね、おそらく年にそんなに回数ないと思うんですけど、今年はちょっと前半荒れましたのであれなんで、例えば5月の末ぐらいですね、5月の末ぐらい、ここですよね、はい、ここで買って6月の8日前後ぐらいで売る、まずここで売ると。そうですね、はい、あとは6月の、12から15ぐらいで仕込んで、ここの、はい、こう、あの、はい、押す、6月の、はいはい、押してる間は、まあ、ほっといてもいいですし、よっぽど潮目ファインダー信用してらっしゃる方はから売りしても構わないのかもしれませんし、うんうんうん、まあ、その辺はまあまあ、個人個人のあれなんですけれども、はい、キャッシュで置いておいても、あるいは他のその個別銘柄で、短期間でも面白いものがあれば買っても構わないのかもしれませんし、なるほど、基本的にはキャッシュで置いておいても大丈夫だと思います。うんうんうん、で、まあ、その6月12、15は6月30日ぐらいですね。で、今度は6月の23から25ぐらいのものを7月の頭ぐらいに売ってですね、で、次は、とかく話題に出る8月3日。ここですね。はい、はい。で、その先に関しましては、うん、まあ、有料会員の特権を生かしましてですね、はい、よりアップデートされた状況で、情報の、情報をもとにやっていければなというふうに思っています。なるほど。これが、はい、それがこの、まず、潮目オリエンティブ。そうですね。あとは、この、チリツモも、チリツモ講義です。これはまあ、ちょっとこう退屈なこともありまして、先ほど申しましたようにちょっとギャンブル心 が騒ぐのでこのようなやり方なんですけれども、はい、短期で、まあ、低いか高いかその時によって違うんですけれども、はいはい、短期で、先ほどと同じような買い方をします。先ほどのそうですね、結局左から右に上がってるもの、上がってるところはこまめにどんどん拾っていきましょうということです。うんうん、まあ、潮が当然上げ潮の時ですからね、こうね。そうです、うん、後でもう少し詳しくお話ししたいとは思うんですけれども、はい、日にちに多少はずれがあるのと、まあ、潮目ファインダーですね、のマイナスなところを言いますと多少日にちにずれがあったりとか、はいはい、この波状、赤がその赤は本当は株価じゃなくてですね、潮目に向かう勢いというふうな、そうですね、潮目に向かうエネルギーというふうに理解はしているものの、ええ、実際はやっぱり、この波状通りは動くんですよね。うんうんうん、ですからこれを信用して、これの左下で買って右上で売るっていうのを繰り返していきます。これは実際におやりになってらっしゃる。そうですね。はいはい。そうです。で、これが2番目ですね。例えば、うん、その
100から150まで、まあ、数ヶ月間である株が値段が動いたとしましても、実際はギザ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 しながら動くわけで、はい、例えばある時135になりました、120に下がりました、140に上がりましたというふうな状況があれば、まあ、理想としては120で拾って140で売るっていう、そこで20取れればもちろんいいんですけれども、はい、実際はそんな20ぴったり取れないんで、ただそこが15であっても10であっても結局それの繰り返しで、あるいは5であっても、うんうん、それを何回か何回か重ねていくことによって100から150までの間でおそらく50を超えるパフォーマンスを出せるんじゃないかなと思います。でこれが地理も戦略、地理も戦略です。で私のコピーライトです。でこれが3番目がやっぱりご自身の好きな銘柄でということなんですね。はいはい、これはあれですか、例えばこのアマゾンなんかがそうなんですか。そうですね、まあ、一例としてアマゾン出させていただきましたけれども、正直言いますと、今は潮目のない個別銘柄はちょっと買う気がしないかな。ニコラぐらいですね。ニコラは買って、あ、はいはい、すごくやられて昨日ちょっとホッとしましたけれども、ズドーンと3割上がりました。うん、まあその前が半分ぐらいになっちゃいました。そうですね、そうですね、はいはい、はい、なんですけれども、まあまあいずれにしましても結局売り場と買い場が分かるということは、うん、まあまあ株やってる方だったら皆さんそうだと思うんですけれども、いろんな方がいろんなお話をしたところで結局先のことが正確に見えるなんていうのは僕それこそ30何年やって初めてですし、ところどころ文章でも書いてますけれども、まさに、八百長ギャンブルですよね。水晶玉の中を覗きながらのここですかね。出来レース、まあ、潮目ファインダーとはの999とは潮目ファインダーのところで、今のそうですね、その一つ目ですね、目から鱗の正確さ、まるで八百長ギャンブル。まあまあもっとこう大げさに言うと本当に勝ち馬が分かってる競馬の馬券を買うみたいな風な気分になることがあるので、で、もちろんそのいろんな方がいろんな指標でいろいろその解説をなさってらっしゃいますけれども、うん、こんなにこうぴったりくるというか、はっきりと明確にですね、これから上げ傾向でしょう、いついつは何々があるからいつぐらいから下げるでしょうっていうことぐらいは言われたりとか、あるいは現状の分析を難しい言葉を並べていろいろされる方はいっぱいいると思うんですけれども、はい、全然話が難しくなくて、結局潮目ファインダーのこの表だけ置いとけばこの通りに打ってこの通りに勝ったらいいんだよっていうお話なんで、まあ言えば子供でもできるぐらいの、はい、話じゃないかなというふうには思っています。全くです。で、はい、それを利用しておられるのは、例えばこの銘柄ではアマゾンは橋本さんのお得意の銘柄なんですかね。そうですね、というか今真っ只中なんで、はあはあ、これについてちょっとお話ししたらどうかなと思いました。お願いします。僕が買いましたのはですね、6月の26なんですが、ここら辺ですか。はい、波形はですね少し右にずれてるんですよ、はあはあ、上がり出すのが少し 2,3 日遅れたんですね、はい、これは僕もそうじゃないかなと思って、川田商人も、まあ、その前に川田商人というのは私すっかり途中からですね潮目ファインダーに陶酔しきってしまいまして気がつけば川田さんのことを川田商人と呼んでおり、まあ自分自身こう仏門に入って仏門を清めてるかのような株式投資をするようになりましたので、はい、まあ、それ以降川田さんのことを川田商人と呼ばせていただいてるんですが、はい、一度紹介していただいたんですよね、朝会で、はい、そうですね、いやまあなんか恥ずかしいなというか、なんかこう受け答えすればいいのかちょっと、まあ、惑うような、その僕が商人に昇格したそのきっかけがこの潮目ファインダーが、そうです、もちろん潮目ファインダーですね、はい、はい、それでまあアマゾンの話に戻りますと、2、3日ずれたのは、はい、アップルが少し大きな発表をして、アップルがガンと来て、CPU を全部自社製作に変える、そうですね、外注してたものを製作に変えるっていうのはかなり大きな話で、
おそらくアップルこれからどんどん行くので、僕その8月の3日の組み直しの時はアップル入れようかなというふうに、うん、あるいはその前からでも少し安ければアップル入れようかなと個人的にはまあ思ってはいるんですが、はい、まあ、いずれにしましてもアップルがすごく頑張っちゃって、他もつられて上がって日にちがちょっとずれたかなっていうふうに思ってます。なるほど。で、いずれにしましても多少そういう日にちのずれはあるものの、もう見ての通りの上げ方をしましたですよね。でそれで、Amazon のシートの方にアマゾンのことを書いたシートで、これですね。右側に数字があるんですけれども、ちょっと計算したら、6月23、24、25は、本当は下がってるところなんだけど、まだ30ドル、40ドル、15ドルぐらい。ここのことをおっしゃってですね、23日、はいはい、少し、25日が少し下がって、26日も少し下がって、はい、29日も少し下がって、そこから上げ始めるんですよね。そうですね、はい、でここからの上げは凄まじいもので、30日75ドル、7月1日120、ごめんなさい、僕パーセンテージより数字の方がはあはあ、頭に入りやすいんでパーセンテージもちらちら見ながらなんですけれども、それで、まあこれだけ上がったらですね、当然もみ合いが入りまして、ちょっと下げたりとかしながらもすぐ120ドル、100ドル以上ぐらいの上げを続けますよね。80ドルから120ドルぐらいの上げを続ける、はい、はいはい、で今がちょうど天井から落ちてくるところだと思います。今日から落ちてくるんじゃないかな、うん、一昨日このおっしゃってるのはこのあたりの、そうです、そこの角ですね、ここの角のところまで、はい、昨日も上げました。僕昨日下がり5倍ぐらいから下がるんじゃないかなと思ったら、昨日も頑張っちゃったんで、ひょっとしたら、その白目ファインダー全体がずれちゃってってるのかもしれない。なるほど、なるほど、うん、ちょっとその辺は何とも、はい、超最新のアマゾンの照明ファインダーを持ってるわけじゃないんで、はい、何とも言えないんですけれども、ここから落ちてくると思います。で、実はですね、僕なんとなく主義として、空売りはしない、現物でしかやらない、一つ間違えたら大変な目になってしまうという認識がたんですけれども、はいはい、潮見ファインダーがあると空売りも、まあ、まあ、あんまりちょっとギャンブルっぽいことを進めるのは何なんですけれども、あくまでも私個人の考えということで構わないんですが、ちょっと空売りかけて、もう一稼ぎ、二度おいしいですよね、はい、潮見ファインダーがあれば空売りもかぶせると一つのこう大きな山で上りでごっそさんして、下りでもごっそさんしましょうみたいな、そんな感じで Amazon に関しては生まれて初めて空売りを今かけてます。わかりました、はい、あとはここら辺、これ、まあ、今お話しいただいたことを、こうおさらいしますと、やっぱりこういうことになるんですかね。そうですね、その前のですね、はい、999とはみたいなところでちょっと整理したらどうかなと思います。どうぞ、はい、お願いします。もし上の2枚目のここですか、これですかね、この前ですね、このはい、これです、これですね。で、まあまあ、釈迦に説法のような、もう川田商人もいつもおっしゃってる話ばっかりなんですがまあまあ、私なりにどう感じてるかということですね。でまず999っていうのはまさに、オールスター軍団みたいな感じです。世界のオールスター軍団みたいな感じですね。米国株が例えばメジャーリーグだとして、日本株がまあ日本のプロ野球リーグだとして、で999はまあまあ今の時代ではっていうことかもしれないですけれども、そのメジャーリーグの中のまだオールスター軍団っていう、そうですよね、最強軍団って僕は言ってるんですけど ね、まあ本当にすごい会社ばっかしで、はい、ただ個別銘柄と比べますと、当然個別銘柄の方がパフォーマンスが大きくって、より利益も取れることはあるのですけれども、999の僕一番いいところは何かというと、何かこう不測の事態、スキャンダルみたいな事故、事件、あるいは、何らかの発表がその企業に、999の中に組み込まれている企業に何らかの影響を及ぼして暴落とかしてもですね、その100社の過剰平均なんで、ほとんどというか大きな影響を及ぼさないですよね。しかも、まあ、少なくとも現物を持っているような
不安感は、そうですよね。しかもトップヘビーっていうんですか、マイクロソフト、アップルに始まって、世界有数のって言いますか、企業ばっかしが集まってますからね。だからまあ、その999を持つこと自体がですね、株式投資のリスクヘッジになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。そういう事故を避けるという意味でですね。はい。はい。でまあ、マイナス要因としてはさっきも申し上げましたけど、3行目なんですけど、値動きが小さすぎて、勝負心にはちょっと物足りないかもしれませんねっていうのは一応あるですけれども、ただ、最近、まあ、実際、ちゃんと比べてるわけじゃないんですけれども、川田商人が毎日、その999とご自分のお持ちの株のパフォーマンスを比べるじゃないですか。はあ、はあ、はあ。いつもやってらっしゃるじゃないですか。毎日、笑ってやってくださいってやってます、私。あれを見るとですね、あ、やっぱりそういうことなのかっていうので、ちょっともう少し999、僕ちょっと愛し足りなかったんじゃないかなと思って、もう一度8月から、特に8月からは、まあまあ何が起こるかは分かりませんけれども、激しい動きが期待されないので、999でじっくりやるのが、賢い方法じゃないかなと今思ってます。はい、分かりました。はい、で次、証明ファインダーとはの先に、米国株のお話をすると、これももう、川田商人がいつもおっしゃってることなんで、もう僕はとやかく言うことないですけれども、やっぱり米国株ですよっていうことなんですね。そうですよね。その、なんでしょう、例えば、世界の何パーセント、60% のお金が集まってるんだよ、なんだよ、かんだよっていう話はいっぱいあるんですけど、僕が実際にやってて、米国株はすごいなというのは、緑で書いてる3つ目なんですけれども、上がったよ、上がったよ、もう売らなくっちゃ、これだけ利益取ったら十分だろうっていうところから、まだ上がるんですよね。そうなんですよね。まだ上がるような経験を何度もするんですよね。本当に青天井ですよね。これがですね、きっとやってみないと、その株を実際に持ってみないと、その感じってわからないですし、はい。で、さっきのアマゾンがいい例で、あんな上げ方をして、途中で、僕、まあ、今、毎日、そうですね、毎日、あれの、途中でやっぱり、この1週間の見ても、揉み合って、ちょっと下がるぐらいまで揉み合うじゃないですか。はい。で、これが1日の波形で見ると、もう、ギザ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 っていう時間が続くわけですよね。はい、はい。細かい幅でギザギザギザみたいなのが。はい。で、普通の人は、まあ言えば、潮目ファインダーを信じてない人はっていうか、潮目ファインダーを持ってらっしゃらない方は、いやいや、こんな2日で200ドルも上げちゃったら、250ドルも上げちゃったら、もういつ下がるか分からないから、売らなくっちゃっていう脅迫観念みたいな感じだと思うんです。はいはい。でもじゃあ、いついくらで売ったらいいのっていうのは、誰も神のみぞ知るみたいな話じゃないですか。そうですね。で、シロメファインダーを使ってると、いついくらでの、いくらでは正直分からないんですけれども、いつ頃売ればっていうことは教えてくれてるんで、だから、揉み合ってる最中に、あ、どうしよう、売らなくっちゃって、以前の僕ではだったら当然そう思って、ちょっと気が弱いときは、早めに手放しすぎて、まだこんなに上がったじゃないって、後で後悔することになるんですけれども、証明ファインダーがあるんで、あ、世間は揉み合ってるね、楽しそうだね、揉み合ってっていうふうな感覚で、チャートを眺められる。なるほど。心配だな、明日からもう一回上げてくるからっていうのが、なんか、それはありますですよね、本当。確固たる事実として分かってるっていう感じですね。その精神的な、なんですか、あれは非常に大事ですよね、相場やるときにはですね。そうです。まさに目から鱗の八百長ギャンブルがそこだと思うんですよ。分かりました。そろそろ、こうまとめていただきたいんですけども、はい、やっぱここら辺が橋本さんが長年考えて、おられる、もしくはこれささっと言いますと、今言ったお話のまとめみたいな感じなんですけれども、はい、これはまあ真の証明勝負師になるためにというタイトルではあるんですが、もっと言うと注意はこの辺でしてください、注意事項としてはこういうことですよということだと思うんです。でもこれ拝見するとやっぱり非常にやっぱり努力されてると言いますか、やっぱりエネルギーの投入量っていうのは半端じゃないですよね、相場に向かう時の、今無職なんで、いやいや無職なんで時間があるんで、
僕も仕事始まったらもうこんな細かいバレルはやっぱり、マーケタイで仕事始まってお客さんが来るようになるともう全然できなくなっちゃうので、うんうんうん、まあたまたま今なんですけれども、結局あの日程は正確なんだけれども、ほぼ正確なんだけれども、数字が全然数字に関しては全然情報としてはないので、うんうん、まあ、あの赤が激しく上がってるから必ずその分だけ余分に上がるっていうことはないんで、まあ、天井に関しては正確なんですが、途中のとこですね、天井と関係ない途中の上げ下げですね、こういうやつ、確かにその傾向、そうです、そうです、そういうところに関してはあのいやこんなに上がるのこんなちっちゃな山でっていうふうなこともあれば、大して上がらないこともあればなんで、その辺をですね、もうあの許容すると言いますか、結果的にたくさん売れなくても、その部分を後悔しない、うん、未練を持たない、はい、愚痴を言わない、あとビジャミセンをしない、はい、みたいなことを自分で決めてらっしゃった方がいいと思います。あと、うん、に引っ張っちゃうと思います。だから、売り損ね買い損ねが万が一あっても、次まで待ちゃ、次の波形が来るとなるので、そのまま置いといて待ちゃいいだけのことで、それで、もう一つおすすめ、僕もいつもやってるんですけど、いくらで買っていくらで売るっていうのをもう買ったり売ったりする前に決めちゃっておくんですよ。これだけ取ったらもう満足ですよって思うわけですね。こういうところですか、これだから買った時に僕、まあ、まあ忘れないためにもですね、買った時に売り差し値をもう決めといて、少しまあ大げさめにするんですけど、あ、ごめん、そうですね、差し値も入れといたりとかですね、はいはい、あるいは売った時に、次のいくらぐらいまで落ちてどこで買いましょう拾いましょうっていう、その差し値をもうすでにその時点で入れておくんですよ。なるほど。でそれは、うんうん、あのその時のその時に見てた買った時打った時の頭がどうか、それが実際上がりすぎたりとかすると、うん、ついついなんだろう欲をかいてしまいますので、はい、うんうん、だからただね、実際それに執着しなくちゃいけないってわけじゃなくて、僕なんかはまあおかげさまで毎日、マーケットを見れるんで、はい、あの写真を徐々に変えていきますよ。実際は変えていくんだけれども、はいはい、初心はこうだったじゃないかっていうのを言い始めて、欲深くならないようにする、うん、で特にですね、日本の方は写真を入れてはいおやすみなさいっていうタイミングじゃないですか、大抵、はいはい、あの夜中になっちゃうんでね、ここね、だそういう意味でも、はい、そうですね、だから例えば写真を100で入れたら、もちろん101で売れ、あの101まで上がれば何よりなんですけど、120まで上がっちゃったと、その20に関してはもう一切文句を言わない、ここですか、もうそれ当たり前だよっていうことで、着実に利益を取るような精神的にそこでこう、うん、なんだろう、揺さぶられないようにする、まあまた次で儲けたらいいやっていうような、欲深くならないみたいな感じですね。まあでもそれも、まあ、それもこれもやっぱり長年相場やってらっしゃるし、その方がまあ潮目を評価いただいたということで、本当に我々としては、私としては本当に嬉しいです。どうも、いろいろ ありがとうございました。あの最後に橋本さん、これせっかくですから、あのエジプトのダハブ少し我々にもご紹介いただくっていうようなことでしょうかね、はい、了解です。エジプトまあ、エジプトだけじゃないんですけど、紅海ですね、シナイ半島がアラビア半島とアフリカ大陸の間にちょこっとこうシナイ半島という半島がございまして、そこの周りに紅海という海がありまして、赤い海の紅海ですね。で、もともとダイビングが始まったこと自体がかなり最近であります。最近というかここ20年30年ぐらいの話でありますので、日本からは非常に遠いんで、あまり日本の方にも存じ上げていただいている場所ではないんですけれども、はい、まあまあとにかくサンゴ礁が豊富でですね、魚の数も豊富で、海が本当に綺麗なところなんですよ。これ世界中で多分橋本さん潜ってこられたと思うんですけど、 そうですね、その中でもかなり高評価のところですか。いや、もちろんポイントポイントでちょっと面白いところはいろいろあるんですけれども、全体的なクオリティとしては、海全体のクオリティとしては世界一位だと思います。あ、そうなんですか。サンゴ礁に関しても間違いなく世界一位というのは、まあまあ僕も世界中で潜ったわけじゃないんで、その何でしょう、
インストラクターの方とか他でいっぱい潜ってきた方がお客さんでいらっしゃっていろいろお話をすると、いやさすがにここに勝てるサンゴはないよねみたいな話をよく伺いますので、まあそういうことも含めてですね、わかりました。非常に綺麗なところなんで、まあダイビングをなされ、あとですね、世界一安くライセンスが取れる値段ですね。なるほど、はあはあ、日本の半額以下と思ってくれていいと思います。はいはい、で実際にあの潜るのもおそらく世界一ぐらいです。まあまあダイビングをしてる方だったらあれですけれども、私どもは1本25ドル機材レンタル付き、はあ、大抵日本セットで50ドル、はい、まあ言えばですね、一般的な数字で、まあまあもちろんお店によって違うからですけど、沖縄で1本7000円、日本で1万4000円、機材レンタルが3000円。うんうん、で、もう本当にちょっといいコースでゴルフ1回ラウンドするぐらいの値段になっちゃうので、うんうん、値段が非常に安いっていうのもここの魅力なんで、うんうんうん、まあ、この株の話でなんかあれですけど、まあ、いやいや、この中でせっかくですから、いやいや、万が一いらっしゃいましたらぜひコンタクト取っていらっしゃいください。実はうちにこの間出ていただいた B1IFA の水野さんも、はい、なんか随分熱心なダイバーだそうなんですよね。ああ、そうですか。だからまあ、はいはい、機会あれば今度は橋本さんと水野さんと3人で潮目と米国株式をまためちゃくちゃ語り合いたいと思います。ちょっと関連性があるかもしれないですね、はい、ダイビングと。なるほど。株式投資が、まあ、僕はやったことないんで、まあそのうちまた教えていただいて、日本からは行きやすい、はい、時間行きにくいけども、日本からはですね、はい、カイロから1時間ぐらい飛行機に乗ってここの近くの空港に来るんですが、はい、日本からカイロは直行便出てますし、あと便利なのは日本からイスタンブールまで直行便があります、はい、イスタンブール今もハブとしてはヨーロッパでかなり大きなところに位置してると思いますけど、イスタンブール系でイスタンブールからその私のいる、航海 のダイビングエリアですね、うんうん、に直行便がイスタンブールから出ておりますので、まあ、1回乗り換えるだけで来れますので、まあ、確かに当時は遠いんですけれども、寝ながらの飛行機になりますので、まあ、1回乗ったら、まあ、なんとか、はい、と思いますので。じゃあ、コロナが収まって、まあ、また行き来、世界中行き来が自由にできるようになる日を待ちましてですね、それで機会あれば、橋本インストラクターにダイビングと株の両方を教えてもらうと。株の方は僕無料なんでダイビングの方はお金頂戴いたしますけれども、わかりました。橋本さん、本当に今日はどうも長い時間ありがとうございました。とんでもございません。どうもありがとうございます。これに懲りずにまた近々また機会設けますので、そうですね、いろんな情報、パフォーマンスがいい限りはまた機会があればこのようなセッションさせていただきたいなと思います。はい、橋本さん今日はどうもありがとうございました。失礼します、はい、こちらこそどうもありがとうございます。失礼します。はい、今後ともよろしくお願いします。失礼いたします。